ラダーズ・ラダー・ロジック、または、ラダー言語は、論理回路を記述するための手法で、現在多くのプログラマブル・ロジック・コントローラで採用されている、プログラム言語である。ラダーズという場合もある。本来は、リレーによる、論理回路を記述するために考案されたものである。ラダーという名前は、この言語のプログラムが2本の平行するレールと、その間に渡されるラングによって、 はしごのように見えることに由来する。ラダー言語はハードウェア技術言語とは別のものと扱われている。ラダーロジックで書かれたプログラムはリレーを使った回路と等価である。このため様々なエンジニアや技術者が新たなトレーニングを受けなくても理解、利用しやすいという点で優れている言語である。ラダーロジックはプロセス制御やファクトリーオートメーションで シーケンス制御などで使われる PLC のプログラミングに広く使用されている。またラダーロジックは単純ではあるがクリティカルな制御が求められるシステムあるいは旧来のリレートジフ配線による回路の置き換えにも利用される。PLC は近年高機能化の位置をたどっており非常に複雑なオートメーションシステムで使われるようになった。 ほとんどの PLC メーカーが自社用のラダーロジック用のプログラミングツールを提供している。通常はメーカーが異なれば完全な互換性はない。一つの言語というよりは互いにかなり似たプログラミング言語群と言える。同じシリーズの PLC であっても型番が違えば記述方法が異なるといったこともあるので、プログラムの移植は一筋縄ではいかない。ラダーロジックは 手続き型言語というよりは、ルールベースの言語と言える。ラダー中のラングがルールである。ラング内のリレー各種のデバイスは同時に、即時に実行される。PLC 内部に実装されている場合は、通常はこれらのルールはソフトウェアによって、シーケンシャルに無限ループで実行される。実行速度が十分に速ければこの同時性、即時性があると言える。ただし、 実際に PLC を使うときは、ラングの実行順序による制限を知っていなければ、ならない場合もある。この言語は、複数の論理の検出とアクチュエーターを組み合わせたものと、みなせる。ラングの左側から、新接点を経由して、出力側につながる経路がある場合、ラングは true であり、出力コイルは新、もしくは true を保持することになる。 経路がない場合は出力はフォルスとなり、コイルに相当するデバイスは不活性な状態になる。この論理とリレー接点の対応はクロードシャノンの考案によるものである。ラダーロジックは接点によって回路を閉じるあるいは開くことでコイルを制御する。各コイルや接点は PLC のメモリの1ビットの状態に対応する。電気的なリレーと異なり、 ラダーロジックのプログラムでは各ビットの参照回数に制限はなく、莫大な数の接点を持ったリレーと言える。いわゆる、接点は押しボタンや、リミットスイッチといった機器から PLC への入力を参照することができる。さらに、内部的なメモリのビットの状態や、プログラムの他の箇所の出力を読み込むこともできる。普通、各ラングの右端にはコイルを1個配置する。 メーカーによっては複数のコイルをサポートしている場合もある。通常のコイル。ラングがトゥルーの時トゥルーとなる。反転コイル。ラングがトゥルーの時フォルスとなる。コイルは PLC に接続された機器を駆動する。物理的な出力を表す場合もあるし、プログラムの別の箇所で使う内部的な記憶ビットの場合もある。下記の例は、 ラダーロジックプログラム中の1個のラングがどのように見えるかを示したものである。実際のプログラムではこれらが何百行も連なることになる。例1、XYS。Z。この例では次のような関数を構成している。S イコール、X& 一般的には、ラダーは左から右に、上から下に読むようにする。おの,おの,の行の演算結果は出力コイルに格納され、 その結果が、後続のステップで入力として扱われることが多い、ためである。ラダー中に、多数の、ラングがある複雑なシステムでは、演算する順に番号を振るものもある。2 x y s z、sxt、t イコール、x、x&s この x は前述の1のものと同じ、ものである。2は、多少複雑にしたシステムである。 一行目の演算後、出力コイルがラング2に代入され、さらにその演算結果が出力コイル T に代入される。T の値は出力デバイス、ブザー、ランプなどに反映されたり、さらに次のラングに代入されるといった具合である。このシステムは非常に複雑な論理設計の分析、評価を可能にするものである。より実用的な回路は下記を参照のこと。O キースイッチ1キースイッチ2ドアモータ。この回路には2個のキースイッチがあり、銀行の金庫室のドアのモータを駆動する保安装置として利用できるかもしれない。双方のスイッチの詰め替え接点が閉じた時だけ、ドアを開けるモータに電流が流れる。これは論理的回路になっている。リモートレシーバー、O、リモートアンロック、ロックソレノイド、インテリアスイッチ、 この回路は架空の車の電子ドアロックを取り出する二つの機構を説明したものである。リモートレシーバーは常に給電されている。ロックソレノイドは二つの接点のいずれかが閉じれば作動する。これは論理は回路になっている。FA 機器などでは通常はモーターの音用には小さめで緑色の始動ボタンをオフ用には大きな赤い停止ボタンを使う。始動停止。 M 指導、M 指導、M 指導モータ。このようなラッチ回路は、ラダーロジックでは、非常によく使われる。M 指導は、実際にはコイルではなく、PLC 内部の記憶ビットとして処理され、指導ボタンが離されても、指導の状態を維持するために使われる。自己保持回路とも呼ばれる。PLC メーカーは特別な機能を持ったブロックを、特殊命令として、 ラダーロジックの実装に加えている場合がある。特殊命令を母船に接続すると引数を使った処理を実行できる。ブロックがこれらの引数を表示できることもある。A. リモートアンロック。リモートカウンター。B. インテリアアンロック。インテリアカウンター。A.B.C. 加算器。上の例のシステムは、 インテリアアンロックとリモートアンロックのボタンを押した回数をカウントするものである。カウント情報はメモリ A とメモリ B に格納される。メモリ C にはドアが自動解除された合計回数を保持する。PLC の特殊命令には様々な種類がある。大麻、数値演算、比較機、データ検索、文字列処理、ピット制御、フィルタなどがある。 高機能な PLC では複数の内部メモリセットの処理やアドレス計算、例えば物理的なドラムコントローラや有限オートマトンをシミュレートできるものもある。ユーザーが自分で特殊命令を定義できるものもある。充実した特殊命令のライブラリーと高速性により非常に複雑なオートメーションシステムにも PLC が利用できるようになってきている。ラダーで書くのに適した 制御対象はインターロックやシーケンス処理といったブール値しか必要としないものである。プログラムのラングは順に実行され、またラング内での実行順序がはっきりと定義されていない場合もあるので予測しない結果をもたらすロジックの競合が起こりうる。このような問題を避けるため複雑なラングはいくつかの等価なステップに分解した方が良い。アナログ値や数値演算は ラダーロジックで記述するのは向いていない。各 PLC メーカーは独自の記述方法によりこれに対応している。近年はマイクロプロセッサの進歩によりラダーダイアグラムの代わりにシーケンシャルファンクションチャートやファンクションブロックダイアグラムといった言語でアプリケーションを記述するケースも出てきた。非常に大規模な PLC ではプログラムの一部もしくは全部をベーシック C 言語をベースにリアルタイムアプリケーション環境に合わせた他のプログラム言語を利用できるものもある。ラダーロジックは PLC メーカーによって呼び方が異なる場合がある。ありがとうございます。